あの皆さん、こんにちは、あのクワルコムの山田と申します。あのこの中で、えー、クワルコムという会社を一度なりでもお,お,お聞きになったことがあるという方、ちょっと恐縮ですが、手を挙げていただけますかあどうもありがとうございます、今日はずいぶんたくさんの方がいらっしゃるということで、あ,のありがとうございます。 あの私の自己紹介も兼ねまして、クアルコムおよびその会社で私がまあどんなことをしているのかというところから話を進めさせていただきたいと思います。今ご紹介いただきましたように、クアルコムはあの携帯電話の技術、通信技術を開発している会社です。あの 最終的なあの皆様がお使いになる最終商品を作っている会社ではないのであ,のあまりあの目に触れる機会はないんですが、まあ、皆様がお持ちの携帯電話を隅々と,ちょっとあの見ていただきますとどこかにクワルコム 3GCDMA というロゴが入っているものもあります。あのまあ、最近ここ10年来 まあ使われております開発されております携帯電話には、ほとんどこのロゴが入っているかと思うんですが、まあ、この意味は、この携帯電話の中に、クアルコムが開発した CDMA と呼ばれる、まあ、次世代の新しい通信技術が入っているという意味でございます。 まあそのクアルコムですがあの創業は1985年ですのでもうじき25年になりますですからまあベンチャー企業というにはもうだいぶ時間の経っている会社ですがそう創業は7人の学者の先生があの行いましたで創業当時売るものは何もなくてただまあこの無線通信分野で企業をして、えーまあ、何かやろうと。 というその意欲と知識だけでございました。ただもう一つありまして、それはこだわりです。で、そのこだわりを社名に表そうということで、クオリティコミュニケーションを、その、あれを取って、クォルコンという名前をつけたというふうに聞いております。まあ、この意味は、そのコミュニケーション、通信を の技術を開発するんだけれどもそのクオリティを極限まで高めて革新的なものにしたいと、まあ、その思いを込めてその社名をつけたというふうに聞いておりますそのじゃクアルコムのこだわりとは何かということを簡単にご紹介してみたいと思います、まあ、皆様がお使いの携帯電話はいわゆる電波というものを使います で電波とは実は目には見えないんですが有限ののの土地のようなものです。ここでどなたかが電波を発しますとその電波が届く範囲は他の電波は使えません無理やり使おうとするといわゆる渾身というものが起こって意味をなさなくなる従いまして電波は一度使い始めるとそれはその電波の届く限りのエリアにおいては あ、占有されなければいけないという特徴がございます。その電波は限られたあのスペースしかありませんので、幅しかありませんので、その中で皆さんたくさんの方を収容しようとすると、結局その限られた土地に少しでも多くの人を収容するとというような考え方が必要になります。すなわちそれはまずは大きな収容量収容な容量を を確保しなければいけないということですので、建築にたどえると近代的な建築様式で狭い場所場所にうまく高層ビルを建てて、その中にたくさんの人が住んでもらえるようなまあ建築様式を作らなければいけないということになります。その建物が一階建て平屋しか作れなければ、そこに住める人は限られますので、どうしてもそのたくさんの方々に携帯電話をお使いになるいただくことができない。 ということでいかに狭い場所にうまく高層ビルを建てるかというところに非常に,非常にこだわったということですでさらにそれに加えてそのビルに住まれるお一人一人一人が高速に通信ができるようにしようということですでこれはどういうことかというとそこに住んだ人があ潤沢にどんどんたくさんのデータを使いたいということは起こります皆さんすでに iPhone でどんどんウェブを見る パソコンにつないでどんどんネットに行くということになると、そのビルに住んでいる人々がどんどん高速に通信したいということになりますので、これを満たすということは、要はその土地を肥沃にして、ビルの住人の方々にの旺盛な食欲を満たすようなその食料、リソースを提供できなければいけないということです。 まあこういったところを徹底的に追求して、まあ、従来どの企業も成し得なかった技術を確立して、まあ、それを世の中に打って出たというのがちょうど年ぐらいです、まあ、その後、まあ、長い話をはしょりますと結論的にはそのクワルコムのこだわりをもとに開発された技術が受け入れられて まあ現在世の中に売られている携帯電話の大半が私どもの会社が開発した技術をお使いいただくようになりましたそれを称して第三世代 3G というふうに呼んでおりますがそれは世界各国に広がっていて現在約8億人の方が使っておられるほとんどの国の通信事業者さんがこのネットワークを使うようになった日本でも過去10年間で ほとんどの方がこの方式の携帯電話をお使いいただくようになってもう今は1億人以上の方がお使いいただけるようになったということでございます。 私は小学校の頃からアマチュア無線で暗い部屋に閉じこもって電波少年をやっていて全く女の子にはモテないような人間でまあそういう我々私から見るとこういう技術を開発できた会社は素晴らしいということで折れ込みまして1998年にそれまで勤めていた日本の大手の電機メーカーを辞めてクアルコムに入らせてもらったと。 ということでございます。まあ携帯電話はそういうことでおかげさまで大普及をしているわけですけれども、その中で日本はどうであるかということを簡単に触れてみたいというふうに思います。携帯電話の市場規模は年間約11億台と言われております。で、その中でいわゆる日本メーカーのその市場占有率。 シェアは約5%に過ぎませんいわゆるそのハイテクの工業製品で日本のメーカーがこれほどその世界に存在感のない分野はないと言ってもいいほどでございます私どもコアルコムのような会社から見ると世界で最も早くこの技術を導入して日本でネット,ネットワークを作ったのは日本であるにもかかわらずこの日本から 携帯電話のメーカーさんは全く世界に羽ばたいていないという事実については非常に頭をかきむしるその不思議な状況だというふうに言われることがよくあります。でその日本はなんかも明らかにこれは問題だということで社会的にも随分取り上げられていてこの問題を何とかせんといかんという声は多いんですがこの問題は何が問題なんでしょうか まあ売れていないということは問題ですが、私はそうだとは思いません。あるものが売れるか売れないかは、それは時の運でもありますし、いろいろなことのその巡り合わせでたまたま売れるものもあれば売れないものもあります。私は本質的に問題なのは、そのこだわりがないことではないかというふうに思います。 でこのディスカッションをよく米国の本社その他外国の方としますでそうすると幾度に言われるのはでは日本のこだわりとは何だとそれを分かりやすく説明してくれと、まあ、それが分かればそれをいかに携帯電話や他の用途に適用するのかしないのかできるのかできないのか分かるじゃないかと日本のこだわりって何と,ということをよく聞かれるそれで、えー、かなり悩みます で私があの説明をつい最近している例はこれです。トイレです。世界のトイレ大体皆さん旅行に行かれるとトイレこんなもんですよね。で日本のトイレはこんなもんですよね。でまず日本のトイレはまずドアを開けてトイレに入ると自動的に便座がああの持ち上がってどうぞどうぞとここにお座りくださいと。 というふうになりますね。さらには気の利いたトイレは、そこからかぐわしい香水があのの匂いが出てきて。えっ、ー、と、用を足すと音が流れると。いうところまであるわけです。例えば、これですね。その。用を足すときに、どうもその音が恥ずかしいというときはボタンを一発押すと。そのかぐわしい香水とともに、その音が流れると。 で、かつ、この、水の噴射のスピードや角度は自由自在に設定できる。で、さらにすごいのは、これ皆様ご存知かどうかわかりませんが、その水の、水の粒の大きさをコントロールしてるんです。最初めちょこちょこ中パッパみたいなやり方で、<laughs> あの、まずは、あの、予告編が出て、お尻を鳴らすと次にバッと来るんです。 でこれはあのインクジェットのテクノロジーを使って、の水の,あの粒の噴出の,あれをあの量をコントロールして、ああほとんどの外国人は使えないぐらい複雑なリモコンがあって、これのおかげで日本の,あのホテルのトイレに入るのは嫌だという外人はよく多いんですけれども、さらにカラーバリエーションもあると。 もうこれここまでやるかというようなハイテク機器の例がこの日本のトイレですそれと先ほどのそのどこにでもあるただの便座としか言えない外国のトイレを比べてみてくれと要は我々のこだわりというのはそのトイレで用を足すという時のその数分間をいかに快適に過ごすかかつそこで例えば地持ちの人でも おそのお使いいやすい場合によってはそれによって字が治るとというようなところまで配慮したトイレを作るんだとまあそれが日本のこだわりであるぞと言って自慢をしたわけですじゃこれは分かったけどそれと携帯がどういう関係になるんだと,と言われていやそれが分かれ,れば僕も苦労はないとということなんですがやはり携帯でもおこだわりたいというふうに本当に思っております例えば 今日本の携帯で一つ脚光を浴びているのがとラクラクとかシニア本といった高齢者用の携帯電話です今日もここに来られている方の中にはあの若干高齢の方もおられると思いますがこの高齢者用の携帯電話これが日本ではヒットしているただ世界にはどの国にもシニア本とか楽ラ々クラク本とかいう高齢者用の携帯というカテゴリーはありません これは全く理解されてないんです。なんでこんなものが日本であるんだろうと。で私はやはりこれをお真面目に追求して、えー、あれしたいと、あのー、こだわりたいと思っております。それはなぜかというといずれも誰、いずれは誰もが高齢者になって、えー、になって障害者になるからです。で、障害者というのは3つあります。三大障害、死体不自由、視覚障害、聴覚障害。 でこの聴覚障害にこだわりたいというふうに私は思っていますそれはどういうことかというと今の難聴になった方のお使いになる機器は補聴器ですしかし補聴器は15万円から50万円もしますしかも補聴器をつけているというだけでつける方も恥ずかしいしその方に話をする人もためらいがありますで、しかも耳の中に埋め込むので非常に小さすぎて電池交換もできません で、これに対して私はソリューションはあると思っていて、それは安価でやかっこいい耳掛けを作ると。で、その耳掛けはマイクとスピーカーしかない。もう使い捨てでもいいぐらい500円の耳掛けができるかもしれない。で、その耳掛けと携帯の間が無線でつながっていて、信号処理は全部携帯でできる。かつ、その個人ごとの設定とデータ管理はサービスとしても提供できる。 まあ、こういったことをやれば、そのシニア本というものを、本当にその障害のある人にも使っていただける。その道具として、進化させることができるのではないかというふうに思います。これは一つの例です。で、今までの携帯の価値は離れていても人と話せるとか。どこからでもサイバースペースの情報へアクセスできるとか、まあ、距離の制約を取り除いた。で、私が考える、今後新しい携帯の価値として、例えば。 何かというと人と人ととが集まって交流できるとか先ほどの,その聴覚障害者のための支援のサービスなんかはその代表的な例あるいは情報を会ったときに手渡しするときにシェイクハンズをすると本当に手を握るとその人と人とに対して情報を携帯からあの伝えられるというように人と人との距離を近づけるということにおいてみたらどうか。 要はは離れていていいもつながるととうこ,との価値ことを携帯は提供しましたそれはそれでもう十分できましたし今後もできるでしょうそれに加えて近づいた時に近づいてもっと楽しく明るくコミュニケーションできるというような道具として携帯を使えないかと物理的に近いというところのそれでもまだまだコミュニケーションはできないというところをアプローチしてみたらどうか というようよなコンセプトを持っております、まあ、この話を会社でしてもまあ全くまあ社長はまた気が狂ったとこれは全然え何のことかわからないというふうに言われてだいぶ批判を受けたので今日はここでこの話をさせていただいて <laughs> ぜひあの皆様のおアイデアを頂い,いてなんとか実用化に向けて歩んでいきたいというふうに思いますので簡単ではありますが私の話とさせていただきます。どううもありがとうございました <laughs>